じゃあ、ここで若者の話を聞いてみよう。今日はですね、4階でなんと世界初って言ったら怒られるんですよ。8月にスタートした AI アートコンテストの、受賞とかが決まる日なんですよね。はい。で、AI アートコンテストを立ち上げた東大の何学部だっけ？工学部、係数工学科。工学部、係数工学科っていう一番なんか、難しい学科みたいなんですけど、よくわかんないですけど、そこの2年生の谷口くんが、今私たち AI アート団体の集団のパラミターというのを作りまして、そこにも入っていただいて、AI アートを取り組んでる、東大の2年生来てくださってます。で、今日、彼にですね、こういうふうに生きる姿を見てほしいなって思って、で、日本の若者もやっぱりこういった活動を通じて育てたいですし、まあ、田川さんの話聞いた感想とか、あと AI アートコンテスト、いつもはですね、入場料を1000円いただいてるんですが、本日から3日間かな、4日間無料でご覧いただけるんですね。で、応募作品が4階に展示されておりますので、ぜひ帰り皆さんご覧いただいて、そしてどんな思いでやってるのかとか、なんか審査してみた結果とか、ちょっと発表をお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました。大丈夫、入ってるんですよ。はい、大丈夫です。はい。ご紹介に、大丈夫ですか。はい、ご紹介に預かりました。谷口だからと申します。工学部、係数工学科というのは、まあ、コンピューターとか、まあ、AI とかを前学ぶところで、勉強させていただいてます。で、まあ、今回、僕が作った AI アートコンテストの目的といいますと、まあ、まずは、サイバーセキュリティ技術の普及がありまして、まあ、僕はセクハック36っていう、総務省と NICT のプログラムで、まあ、サイバーセキュリティ、サイバーセキュリティを、まあ、普及させるための、コンテンツを、まあ、なんか作ろうということで、まあ、僕の場合はそれで、まあ、新しく出てきた AI アートですね。AI アートと組み合わせて、まあ、どうにかサイバーセキュリティ技術を普及させる方法がないのではと思って、今回のコンテストを作らせていただきました。で、まあ、いろんな作品が集まったんですけど、まあ、例えばまあ、サイバーセキュリティ技術を、まあ、比喩した作品だとか、まあ、そのまま直接的に、ウイルスと、まあ、ヒーローが戦ってるみたいな、まあ、なんかそういういろんな絵が見られて、その方も面白かったです。で、そうですね。まあ、なんか、今いろいろIT 技術が普及してきて、サイバーセキュリティの重要性が高まってると思うんですよね。なんで、まあ、そういうサイバーセキュリティを意識するためにも、まあ、良ければ、4階にある AI アートミュージアム見ていただければと思います。まあ、僕は、ちょっと簡潔になってしまうんですけど、発はい、表ポリはい、グ出ラムにてます。行きます。はい、失礼します。ありがとうございます。こういうね、これ応募作品ですね。あ、そうですね。はい、これ、応募作品の一つで、ちなみに、源幸四郎さんと、私も審査員の一人として、採点をさせていただきました。どの作品が優勝したかとか、ちょっと発表とかしちゃいましょうか。ああ、そうですね。はい。あ、全然いいじゃない。ちゃいます。はい。まあ、この作品もなかなか優秀な作品でしたよね。そうですね。この作品は結構ビジュアル的にいい作品だと思ビジュアいルます。的にはい。はね、このブロックチェーンっていうね、そうですね。ブロックチェーン。概念的にはあるけれども、目では見えるものではないものを、まあ AI が、可視化してくれてるものですよね。だからそういう意味では、その AI の活用の仕方としては、ちょっと、まあ、いい例というかね、そうですね。はい。とも言えるかなと思いました。そうですね。まあ、ブロックチェーンっていう技術、まあ、一応、まあ、技術屋として説明させてもらうと、なんか、まあ、めちゃめちゃ強力な暗号っていうイメージでいてもらえればいいと思います。はい。こういうね、いろんな作品があります。これもブロックチェーンですそうですね。ね。ブロックチェーンを題材にした作品は、ちま何し個ばかあらりやっまて、したはい。ね。でもやっぱりこの表現の仕方が同じ AI を使ってもちょっと違うわけですよね。そうでさっすきのね。1はい。枚目と3枚目ちょっと違ったりとか。これは何でしたっけ？免疫細胞をイそうメーですジしね。免疫た細胞作イ品メーでジすした。ね。ザザザザーっと言ってみましょうか。そうそうあ、そうそう。これもなかなか、これも可愛い作こ品れです猫ね。展いけるんじゃないですか。ね。これが、猫のほっぽきでまたありますから。猫のね、ハッカーがね。
まあ、これ結構私高得点だったんだけど、うん、そうですね、うん、まあ、あのここにいらっしゃらない方でもあのセックハックの方でセックハック、まあ、僕が参加してるプログラムの方でも、うん、あの審査員の方に何人かご協力いただいてるんですけど、うん、まあその人たちの評価もしかしたらあんまり高くなかったかもしれないです。まあ結構そのセキュリティ的な意見を示してるところはあるので、うん、まあなんか人によって分かれちゃったのかなっていう印象はある、ね、うん、これもね、面白いんだよね。セキュリティキー。そう。うん、セキュリティキーを管理するお、うん、鍵のマスターですね。だから指がちょっと変、ね、こういうのは難しいんですよ、AI は。そうなんですね。指がなんか。いけない。ね。そう、やっぱり、ね、芸大学生の方が芸大出身なんですけど絵は上手いですよね。そりゃそうだろうね。増田さん全然勝ってますよ。まだ絵勝ってる。ちょっとやばくなってきたけど、まあ、これもあれですね。ああそうですね、これはちょっと面白い作品で、そのあれですよね、あれですよね、この文言、AI のね、この作画 AI っていうのはその文章で命令するんですよ。そうするとこの絵にしてくれるんですけど、その文章そのものも AI で作ってるんですよね。そうなんですよ、それが結構面白いところで、文章生成 AI っていうのが新しく出てまして、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、チャット GPT もはや、ね、そういうので大学のレポートも出していいぞという時代になりつつあるんですよね。僕 の, あの大学の先生が僕 の, なんか その先生が言うからにはなんかもう君たちの学科はコンピューターの学科なんだから、レポートにそういう AI を使ってもいいよっていうふうに、ね。すごい時代ですよね。いや、なんかちょっと時代が変わってるなっていうのには感じてますね。はい。あと人間がやる領域はどこが残されるのかっていうね。そうですね。あと意外な作品がグランプリ。あ、そうそう。あ、そうだね。発表、まあ、しちゃってもいいか。でもいいか。まあ、まあ、いいかね。はい、まあ、こういうのもあったりして、いろんな作品があって、で、あ、これも結構、ね、猫っぽいですよ。意外と猫っぽいんで混ぜていただきたくて。これははい、エジプトの神様をイメージして作ったものですね。ね、アヌビス神ですね。で、この次もなんか AI っぽいですよね。高得点出した。アンドロイド。そうですね。この作品は、うん、そうですね。結構まあセキュリティ的に、まあ、顔認証を通用しないっていうね、まあ、なんか側面からそういう。結構未来的なセキュリティ的な観点から見てくれたので、まあ、僕は結構この作品個人的に好きだったんですけど、綺麗ですよね、まあ、そうなんですね、最優秀賞には輝かなかったと、まあ、優秀賞ですね、この作品。あ、本当、はい、あ、本当、で、そういうこと、まあ、こういうね、驚きのグラフ、こういうね、分かりやすい、これファイアウォールとかですけどね、ファイアウォールとかで、で、次、あ、これさっきね、ウイルスとあれが戦ってる、そうそう、ヒーローとウイルスが戦ってる、こっちはウイルスでみたいなね、うん、うん、これなんとちょっと面白い作品がね、異質な作品があります。辛口でつけたやつがグランプリ。そうなんですね、まあ、これがグランプリになってしまったっていうのがあったんですけど、まあ他の僕のそのプログラムの方のトレーナーたちはなんかやっぱりこのセキュリティホールっていう、まあ、なんかセキュリティ上の穴からなんかそのハッカーみたいな悪者が覗いてるっていうイメージに感銘を受けたし、まあ、純粋にかなり不気味っていう、まあインパクトありますよね。そうですね、ある意味においてね、うわってなりますよね。うん、まあ、なんかそれがそのグランプリに輝いてしまったと。あ、穴から悪者が見てるんだ。そうなんですね、そういう意味で、ね、壁に顔ありだけ、なんか、ね、そう、壁に顔ありみたいな感じで、そう、顔が、うん、その顔がまあむっと気味で、うん、分かりやすいと、インパクトがあると。そうですよね。で、このプロンプトという文字を入力して絵が出てくるんですが、うん、そう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 、今もう日本語でも書けるようになってきてるんですよね、ミッドジャーニーとかでも、うん、評価対象ですね、うん、まあ、こういう賑やかな作品もありつつ、いろいろあったわけですけど、これはプロンプトも AI で作ってる。これもそうだったかな。そうですね、これもそうですね、ノーベル AI。まあ、あ、そうですね、はい、そう、ちょっと私も喋りたいのですが、すいません。そう、今小説も AI でできるし、音楽も AI でできるんですよね。で、それ、これは、作文も AI でやったバージョンです。
というわけで。ですね。はい。はい、こんな感じです。はい。この展示が今、あ、上で4階で。4階でね。じゃあ PR をお願いいたします。PR ですか。はい、4階みんな見てくださいね。ああ、お願いします。はい。4階ミュージアム、ここから3日間やってますので、よければご覧いただければと思います。じゃあ僕の発表は以上になります。はい、ありがとうございます。